それでは今回はスタンフォード式疲れない体について解説していきます。日本のビジネスマンは労働時間が長くて睡眠時間が短いと言われています。日々疲れを感じながら仕事をしている方が多いと思います。疲れを取りたい、疲れない体になりたい、これを解決しているのがこの本です。名門大学として有名なスタンフォード大学はスポーツでも名門です。多くの学生が世界レベルの大会に出場して、全米大学体育協会によるランキングでは27年連続1位を獲得しています。この本の著者はスタンフォード大学のスポーツ医局のアソシエイトディレクターです。全米最強のスポーツ集団を率いる著者がアスリートに実践している疲労予防と疲労回復のメソッドをまとめた本です。スポーツの世界ではひたすら筋肉を鍛える、疲れていてもとにかく練習する、そういった時代はもう終わっています。ビジネスでも同じだと思います。ビジネスにおいてもひたすら働く、疲れていても寝ずに仕事をする、そんな時代っていうのは過去のものです。もう終わっています。根性で乗り切るのはやめてください。自分のベストコンディションを維持してパフォーマンスを上げることに僕たちっていうのは集中しなければいけないです。この動画ではなぜ人は疲れるのか、疲れた体の4つの条件、 IAP 呼吸法で疲労を予防しよう、疲れないための運動、お風呂、睡眠、食事についてしっかりと解説していきます。まずはなぜ人は疲れるのかです。疲れを引き起こしているのは筋肉と神経のコンディションの悪さです。疲れっていうのは体だけでなく脳からも生じます。肉体疲労と脳疲労があります。体が疲れている、脳が疲れている、しっかりと区別することです。寝るだけだと脳疲労っていうのは治せないです。疲れを感じている人の多くは自律神経と脳のコンディションが悪くなっている傾向があります。そうならないためにはまずは体の歪みに注意する必要があります。姿勢がいいかどうか、体が歪んでいると脳からの指令っていうのが体の各部位にうまく伝わらないです。小さな動きであっても必要以上に負担がかかってしまいます。つまり歪んだ姿勢の体っていうのは疲れやすい体であるってことです。姿勢を良くすることっていうのはすごく重要です。では疲れているってよく言うけどどのような状態なのか、これから挙げる4つの条件のうち1つでも該当するものがあればあなたは疲れています。しっかりとチェックしてみてください。1つ目、脈がいつもと違う。安静時の脈っていうのは1分間に70から80程度です。それよりも早かったり遅かったりしないか確認してみてください。2つ目、いろんな時間に寝ている。起きる時間、寝る時間が不規則だと休むのに大事な副交感神経の働きが悪くなります。毎日ちゃんと同じ時間に寝ているか、同じ時間に起きているか、これをしっかりと固定することです。また睡眠不足は回復不足だと理解することです。3つ目、腰が痛い方気をつけてください。腰っていうのは体の要としてあらゆる部位の無理をカバーしようとしてくれます。腰痛があるときは体の複数の部位にダメージが蓄積しているってことです。4つ目、胸で呼吸している。胸だけで浅い呼吸をしている方気をつけてください。酸素不足と姿勢の歪みを引き起こして体が疲れやすくなります。呼吸は疲れない体を作る鍵です。続いて IAP 呼吸法で疲労を予防しようっていう話をします。IAP とはイントラアブドミナルプレッシャーの略です。腹圧を意味します。この呼吸法っていうのは息を吐くときにお腹をへこませる腹式呼吸とは異なります。息を吸うときも吐くときもお腹をへこませず、息を吐くときに圧をお腹の外にかけるように意識してお腹周りを硬くする呼吸法、腹圧呼吸のことです。腹腔の圧力が高まれば体の中心が安定して無理のない姿勢をキープすることができます。そうすれば体の各部と脳神経がうまく連携して余分な負荷をかけずに済むという仕組みです。体の各パーツが本来あるべきところにきちんと収まって体のパフォーマンスレベルが上がるだけでなく疲れや怪我を防ぐなどといった効果も期待できます。続いて疲れないための運動、お風呂、睡眠、食事について解説していきます。まずは運動です。疲れの現象としてよくあるのが体が硬くなる硬化です。そんな時によくやっちゃいがちなのが伸びとかストレッチです。しかし伸びとかストレッチで疲労を根本的に解決することはできないです。体が硬いのは疲労の結果に過ぎず、疲労の原因っていうのは先ほども解説した通り体に妙な癖がついているからです。変な癖がついたままだと体を伸ばしたり広げたりしても体のバランスが崩れて疲労が溜まっていくだけです。疲れを素早く解消するには体を動かして回復をするのがいいです。疲れている日でもあえて軽い運動をしてみてください。
ください。そうすることによって翌日に疲労を持ち越さずに済みます。血流の流れが促進されて脳と筋肉にたくさん酸素を送ることができ疲労物質の大量を防ぐことができます。おすすめなのはゆっくりと走る、泳ぐといった軽めの有酸素運動を20分から30分することです。血行が改善して筋肉のこりもほぐれます。自律神経やホルモンのバランスが整う効果もあります。続いてお風呂です。スタンフォードで取り入れられている入浴法っていうのは冷水と温水に交互に浸かる交互浴です。交互浴の効果っていうのは2つあります。1、血流が改善される。血管が縮まったり広がったりが繰り返されて血流が良くなります。血流が良くなると疲れている筋肉に栄養が多く運ばれて早く回復することができます。2、自律神経のバランスが整います。温めたり冷やしたりすることで自律神経を効果的に刺激することができます。それによって全身がリラックスしてストレスによる脳の疲れも軽減します。日常の疲れを取るための交互浴の方法は5つあります。1、バスタブに37度から38度のお湯をためる。2、350ml のペットボトルに水を入れて半分くらいの水を飲んでおく。3、冷水シャワーを1分ほど浴びてからバスタブに30秒、冷水シャワー30秒の1分間1セットの交互浴を約10回繰り返す。4、冷水シャワーを1分ほど浴びる。5、ペットボトルに残った水を飲み干して水分補給する。交互浴は意外と水分を消費するので前後に必ず水分を取ってみてください。続いて睡眠の4原則です。睡眠はパフォーマンス、健康に大きな影響を及ぼしています。寝ずにいい仕事ができる人はいないです。睡眠について守ってほしい原則は4つあります。1、夜更かしも早寝もしない。寝る時間、起きる時間、睡眠時間を絶対に固定してください。体のリズムを一定にすることが目的です。2、週末に体内時計を狂わせないことです。睡眠のリズムを崩すのは簡単です。でも元に戻すのは大変です。週末に少し長めに寝るとしても1時間とか2時間程度にしてください。3、ベッドに入る90分前で入浴。ベッドに入る90分前までにお風呂に入ることです。入浴して90分以上経つと体温が下がって寝つきが良くなります。寝る前の入浴っていうのは避けてシャワーで済ませてください。 4. IAP 呼吸法を実践することです。先ほど解説した通りです。副交感神経の回復をサポートして睡眠の質を上げてください。続いて食事です。もちろん食事っていうのもコンディション管理に大事です。パフォーマンスに大きく影響します。絶対にやめていただきたいのがお腹が空いた後に大量に食べることです。血糖値が急に上がってその後急に下がる血糖値スパイクという現象を引き起こして糖尿病、心臓病の原因になります。食べ過ぎっていうのは良くないってことです。ご飯を取る時間は絶対に固定してください。睡眠と同じく時間を固定することで生活のリズムができて自律神経を整えることができます。では何を食べればいいのか。スタンフォードの選手たちのランチはタンパク質、サラダが基本です。ブロッコリー、トマトっていうのは特にいいって言われています。そして夜は牛の赤身肉、白身魚、鶏肉がおすすめです。食べるのにおすすめしないものは白米、パン、パスタ、ラーメン、ピザなどです。白い炭水化物っていうのは良くないです。玄米などを食べることをお勧めします。タンパク質と炭水化物の割合は3対1の割合がいいです。タンパク質は炭水化物の倍以上食べることです。満腹ではなく腹8分目を基準に食べてみてください。もしお腹が空いたらフルーツを食べることです。また飲み物には食べ物以上に気をつけなければならないです。絶対にやめていただきたいのが清涼炭酸飲料です。これは絶対に避けてください。糖分が多く1日に摂っている砂糖の量をペットボトル1本で超えてしまいます。疲れとか肥満を招く危険なドリンクであると覚えてください。またお酒の飲み方にも気をつけてください。お酒を飲んで疲れを取るのは難しいです。もし飲むとしても節度を保った量でお酒と同量の水を同時に取るようにしてください。水を飲むのはめちゃめちゃ大事です。人間は1日に1リットルほどの汗をかきます。それを補うためには1リットルから 1.5 リットルの水を飲むことです。細胞が正常に働くためには水は必要不可欠です。疲れをためないためには血行を良くして栄養と酸素を細胞や筋肉に運ぶ必要があります。水分が少ないドロドロの血液よりも水分が多いサラサラの血液の方がいいってことです。脳の働きが悪くなると体がスムーズに動かなくなってますます疲れやすくなります。水分不足になると細胞、脳、筋肉のすべてに悪影響を及ぼすことをぜひ覚えておいてください。それではまとめいきます。なぜ人は疲れるのか。疲れを感じている人の多くは
自律神経、脳のコンディションが悪い、体の歪みがあるからです。正しい姿勢っていうのを取るようにしてください。そして疲れているとはどのような状態か、4つの条件があります。脈がいつもと違う、いろんな時間に寝ている、腰が痛い、胸で呼吸している、これらのうち一つでも該当するものがあればあなたはきっと疲れています。気をつけてください。続いて IAP 呼吸法とは何か。息を吸うときも吐くときもお腹をへこませず、お腹周りを硬くする呼吸法、腹圧呼吸のことです。 IAP 呼吸法はどのセンスにも共通して使われています。胸呼吸している方は IAP 呼吸をぜひやってみてください。続いて疲れないための運動。体が硬い方っていうのは伸びとかストレッチをしても根本的に解決はできないです。軽い運動をすることです。疲れを解消するには体を動かして回復をすることです。血流の流れが促進されて脳と筋肉にたくさん酸素を送ることができ、疲労物質の大量を防ぐことができます。ゆっくりと走る、泳ぐといった軽めの有酸素運動を20分から30分してみてください。続いてお風呂は交互浴がおすすめです。交互浴の効果は2つあります。血流が改善される、自律神経のバランスが整います。交互浴は意外と水分を消費するため前後に必ずたくさん水分を取るようにしてください。続いて睡眠の4原則。夜更かしも早寝もしない、週末に体内時計を狂わせない、ベッドに入る90分前までにお風呂に入る、 IAP 呼吸を実践する。睡眠はパフォーマンスや健康に大きな影響をもたらします。睡眠についてぜひこの4つ守ってください。続いて食事です。スタンフォードの選手たちはランチではタンパク質サラダが基本です。ブロッコリー、トマトは特にいいです。夜は牛の赤身肉、白身魚、鶏肉がおすすめです。食べ過ぎっていうのは良くないです。タンパク質と炭水化物は3対1の割合がいいです。白米、パン、パスタ、ラーメン、ピザなどは控えることです。飲み物に関しては清涼炭酸飲料っていうのは避けるべきです。糖分が多く、1日にとって砂糖の量をペットボトル1本で超えてしまいます。疲れと肥満を招く危険なドリンクであると覚えてください。お酒を飲む方はお酒と同量の水を同時に取るようにしてください。人間は1日に1リットルの汗をかきます。1日1リットルか 1.5 リットル1トン水を飲んでください。細胞が正常に働くためには水は必要不可欠です。しっかりとコンディション管理をすることです。ビジネスマンが疲れているので仕事休みますと言って許されることはないはずです。でも熱があるので会社を休みます、これは許されるはずです。覚えておいてください。熱とか病気とか怪我っていうのは疲労が原因です。多くの人が疲労を軽く見てます。今日から疲労の認識を変えることです。疲れているとパフォーマンスが下がります。疲労をしっかりと学んで疲れの予防と解消してください。最高のパフォーマンスを発揮できるようになります。今日から疲れない体を手に入れてください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。